諏訪地方を代表する和太鼓の演奏、その音色にまつわる旅に行きましょう。ケイさん、今回行くお諏訪太鼓会館ってどんなところなんですか？あのね、諏訪地方に伝わるお諏訪太鼓の道場なんだけどね、はい、そこ道場だけじゃなくて和太鼓体験とか太鼓作りの工場見学もできるんだって。おお、和太鼓作るとこ見てみたい、うん。お諏訪太鼓会館へのアクセスは長野道岡谷インターチェンジからおよそ5分。館内にはお諏訪太鼓の本部道場のほか、和太鼓の工場、また世界中の太鼓を展示した博物館も併設しています。今回案内をしてくださるのはお諏訪太鼓伝承者の山本誠さん。お諏訪太鼓を全国に広めた小口大八さんのお孫さんでもあり、国内外で多くの演奏経験をされています。お諏訪太鼓ってどんな太鼓なんですか？はい、諏訪大社という神社がこの地域にはありまして、はい、その神楽を伝承している家元になります。戦国時代、武田信玄の家来たちが打った神太鼓が起源だとされています。そして2人は工場見学へ。今作ってる途中の、あ、これ作ってる途中なんですか？わー、この上に人が乗って、うん、足で踏んで伸ばしていきます。扱ったりとか、皮が厚い部分を重点的に、なんと1日8時間行うそうです。早速2人もお手伝い。あー、硬い。あ、本当だ。なんか硬い部分、柔らかいの、ちょっと足だと分かるかも、よく分かるかも。確かにここ柔らかい、ね、下の方が柔らかいよね。でもね、なんかね、気持ちいい。それではお諏訪太鼓の演奏をお聴きください。迫力がすごかったです。すごい。2人も和太鼓を体験しました。太鼓って日本人にとって身近なものだと思ってたけど、うん、意外と知らないこといっぱいありましたね。いや、本当だよ。まずはね、足踏み修行から始める。そうだね、うん、8時間長いね。心に響く太鼓の音。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。ETC 専用のスマートインターチェンジでは1台ずつ一旦停止しないと開閉バーが開きません。 ETC ゲート前で必ず一旦停止してバーが開いてから通行してください。次回は歴史散策、国宝松本城。